まあ、楽屋は結構盛り上がりましたね。男性声優さんの楽屋だったんですけど、そこにみんなでいるっていう感じだったんですけど、神谷博士さんだとかね、小野大輔さんだとかっていう、まあ、悪ガキたちがいてね、結構絡まれましたね。そうでしょうね。楽屋でもうずーっと内山くんいじるっていうね。ああ、そこですよ。そのくだりですよ。内山くんがなんかもう出来たてのたこ焼きを持ってきてハフハフしてるから、熱い熱いって言ってるから、うん、夫婦してるよ、夫婦してるよ。いや、俺が夫婦してるよ。いや、俺が夫婦してるよ。俺よって。もうやめてくれよってずっと言われて。もう、本気で嫌がられて。夫婦すんのはもうダメだよ、それは。たこ焼きをね、まあ結構食べたんですけど、熱々で食べられないよとか言ってたら、じゃあ俺が夫婦してやるよみたいな謎のことを言い出してね、気持ち悪いからやめてよみたいなこと、やめろよってもうそれはある意味性的な関係だからって言ってたそんなことない、夫婦してやるだけだろってああいう時ね、そうそう、ウッチーはさすがですよね。超面白くて返しが面白いんだよ、ウッチーが逃げたりしてね。で、細谷義正くんとか来てね、まあ知り合いがいたんでね、喋ったりしたんですけどね、彼らの方はなんかね、輪になってね、椅子を席を輪に、なんか人生ってなんだろうとかね、なんか本当の幸せって何なんですかねとかね、よくわかんない、なんか深夜の飲み会みたいなトークが始まっててね、もう謎な空間がいくつもあってね、ちょっと面白かったですね。うちがもう本当に嫌だって、歯磨いてて、あ、うち歯磨いてんだ、あ、ちょっとさ、それ終わったら貸してって言うやだよ、それはもう性的な関係だよって言うおいしい、おいしい、おいしい